はい、皆さんおはようございます。こんばんは、ヒロマッキーです。はい、というわけで今回は赤坂に来ております。はい、いやもうね、赤坂のサウナが盛り上がりまくってて手がつけられない状態ですよね。ちなみに明日サウナ東京、ついにサウナ東京がオープンするということで明日行ってみたいと思います。はい、今回はですね、新規オープンのサウナではないんですが、気になっていた個室サウナがありまして、今回はリトルリトリートに行ってみたいと思います。こちらの個室サウナはですね、全室五右衛門水風呂がついてるんですが、その水風呂がですね、炭酸水風呂らしいんですよ。これがですね、都内の個室サウナでは唯一ということで、いやめちゃめちゃ楽しみですよね。シュワシュワ感と爽快感を同時に楽しむことができるということで、いや絶対気持ちいいでしょう。あとはですね、酸素カプセル、酸素ボックスもあるみたいなんですよ。これもめちゃめちゃ珍しいですよね。サウナに入ってから酸素カプセルに入るっていう、そういう楽しみ方もできるみたいです。今回はちょっと時間の関係で酸素カプセルには入れないんですが、サウナと炭酸水風呂、これをね、思う存分堪能していきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ちなみにですね、今動画を撮っていた後ろでスノーマンかなのイベントか何かやってるみたいです。女性がもうわんさか来てますね。いやすげえ人。今回はですね、ネット限定で予約ができるサウナと炭酸水風呂のお試しプランというのがありまして、これが70分3500円で利用ができる1回限りなんですよね。これで今回は予約をしました。まずは初めてなのでどんな感じなのか、70分でちょっとね、時間は短いかもしれませんが楽しんでいこうと思います。はい、というわけでリトルリトリート到着しました。サウナ行きたいのステッカーが貼ってあります。この雑居ビルっていうか、雑居ビルにしてはでかすぎるんですけど、このビルの6階みたいですね。当ビル6階1人専用個室サウナリトルリトリートで、こっちにもありますね、リトルリトリート。さあ、それでは行ってみますか。はい、撮影の許可をいただいたので館内ご紹介していきます。こんな感じですね。いや、まずめっちゃいい匂いがします。で、この白を基調としたかなり明るい清潔感のある空間、サウナ室が4室あるんですよね。結構そのポップな色がね、使われていていい感じ。今回僕はルーム3ですね。今水風呂、炭酸水風呂を準備してくれてますね。女性用のパウダールーム、女性用のパウダールーム、こんな感じです。こんな感じになってます。で、奥に進むと、ここが男性が使えるパウダー室って感じですね。で、お手洗いとルーム4。はい、なんか綺麗な木の枝、下も飾られてます。いやー、なんか結構変わった空間というか、スタイリッシュとかラグジュアリーとか、また別のサウナ室、サウナ空間って感じですね。いやいやいや、いいわ。では個室の中を紹介しますね。まず入り口入ったらもうすぐここに一応洗面台感じです。あ、この飲み物嬉しいですね、麦茶、これは嬉しい。で、ここに入るとインフィニティチェアがあります。インフィニティチェアがあって、シャワーと時計があって、これですね、水風呂、この五右衛門水風呂、これはいいっすよね、マジで最高。今炭酸をね、作ってくれてるらしいです。で、サウナ室、
裏室はこんな感じ。おお、すげえ、なんだこの、おお、なんか手作り感満載って感じで、これぞ個室サウナって感じがします。この椅子とかもすごいな。あー、すげえ、これは楽しみ。はい、こんな感じでございます。はい、改めてサウナ室の説明を受けました。タオルとかね、ドライヤーとか、こういうね飲み物がありますよとか一通り説明を受けて、ここがですね、チラチラのボタンらしいんですよ。ポチッと押すとチラを操作できるっていう。ただ今回は炭酸水風呂なんで、チラをやると炭酸が抜けちゃうらしいんですよ。なんで今回はいじりませんということで。で、インフィニティチェアがあって、水風呂はもう準備が整った状態です。で、さっき撮影してて気になったこれがですね、時間10分間になったら光るのかなみたいです。これでまあ時間の管理ができると。で、上部にこれ扇風機、これがついてます。これで風を浴びながら整うことができるということで、いやー絶対気持ちいい。ここで操作ができるらしいです。このリモコンで操作可能ということで、いやこれもこだわりを感じますよね。はい、でサウナ室の説明も受けまして、でこの座席がこの角度をね調整できるらしいんですよ。ここをこれで調整できるんですよね。絶妙な角度に、自分の好きな角度に調整できると。いやーこれも素晴らしい。で、まあ、ロウリュもできますと。白樺のアロマみたいです。はい、まあこんな感じっすかね。もうねこの店長さんというかオーナーさんのこだわりがね詰まりに詰まってるんですよ、この個室。いやマジでサウナ好きなんだろうな、あの方。さあ行きますか。さあそれではサウナ行きまーす。よいしょー。こういやいやいや、ロウリュなしでもめっちゃ暑いぞ。あーいいわー、この個室感めちゃくちゃいいぞ。室温は90度ちょいですね。ちょうどいい暑さ。よいしょ、あじゃあ砂時計も使っちゃおうかな。はい、一応ね今こんな感じ、こんな感じで、いやーでも本当に一人用って感じ。いやーこのサイズ感いいな、めちゃめちゃ落ち着く。もうだんだん汗が出てきました。ではロウリュ行っちゃいます。よいしょー、いいねー、うわーめっちゃいい。本当にコンパクトなんで熱の周りが最高だわ、これ。ちぇ、気持ちいい。で、このねキャプテンスタックのちっちゃい打ち合わがあるんですよ。こうやってあセルフ熱波、セルフアルグスこれはいいぞ。うわねえなこれ。さあ水風呂、いやすあーやべえ、うわあーちょうどいい、うわちょうどいい、あーあーああやべえ、あー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 いけちゃう、やばいやばい、痛い、玉裏が、これが炭酸か、うん、やばい。いやシュワシュワはねすごい
めっちゃシワシワしてるんですけど、やばい、玉の裏が痛いチンピリかな、これチンピリ。いやー、あーだんだん慣れてきた。あー、すげー刺激。あ、でもすごい、めちゃめちゃダンサーもう体にまとわりついて、聞こえますかね。あ、聞こえないかな。シュワ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 って言ってるんですけど、あーあー、いいわこれ。この足出してさ、これあーもう慣れてきた。いやー、このさ、岩とかすごいよね。この作りほんとすごいと思う。ここにね、なんかいるんですよ。かわいいカッパ？カエル？がいます。かわいい。いや、ちょっと最高だわここ。本当に好きだわ、大好きここ。よいしょ。はい、ちょっと細かなポイントなんですが、この熱くなるところ、あとなおかつこのね、ちょっとね手に触れてしまいそうなところにね、タオルでね、このガードされてるんですよ。こういうところがね、ほんとしっかり対策されてるというか、こだわりを感じますよね。これ持ち手もしっかりタオルついてるんで、全然熱くないんですよこういうところも。いや、ほんとに素晴らしいと思う、こういうところ。で、あと扇風機ね、ちょっと反射して見えないですけど、扇風機が本当に最高、気持ちよすぎ。いやー、本当に整いを加速してくれますよ。で、あとはね、麦茶もちょっと重なっちゃってますが、いやー、この個室内にあるのが本当にありがたい。すぐに飲めるんで、しかもめっちゃ冷えててうまい。最高だよここ本当にね、細かなところにまでこだわりを感じますわ。さあ、降りちゃいまーす。いや、最高。香りも、熱さも、音も、最高だよ。水風呂ボーム来た。また来るかも、このチンピリチンピリー。来た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 。これ炭酸、いや、この炭酸濃度上げてんじゃねえの、このなんか普段より、わかんないですけど、すごいぞ。なんかシュワシュワ、いや、これが通常なのであれば相当強いっすよ多分。いやー、気持ちいい。いやー、まあ個室なんで頭までいっちゃおうかな。おおおお、わあ、最高や。10分前ですね、光りました。こんな感じで、特に音とかないんですね。光って10分前をお知らせしてくれますね。さあ、シャワー浴びて出ますか。最高でした。
リトルリトリートありがとう。いや個人的にはナンバーワン個室サウナかもしれん。はい、おはようございます。というわけでリトルリトリート行ってきました。いやー、あの雑居ビルの一室にひっそりと佇む手作り感満載の個室サウナ、いやー本当に最高でしたよ。店長さんにいろいろなお話を伺うことができて、最近はスタイリッシュでラグジュアリーな個室サウナが増えましたよねっていうお話をしたら、うちはその逆を言ってますからねっていうお話をされていたりとか、あとはサ飯、これが本当にめちゃくちゃうまくて、店長さんもともと料理人だったんですかって聞いたら、お店はやったことはないけど料理の修行はやっていたっていうお話をされていたりもしましたね。あとはもともとクラブだったところを居抜きで借りて今はサウナにね魔改造したっていうお話をされていたりとかね、いや本当に気さくな店長さんで、そういったねいろいろなお話をお伺いすることができました。いやめちゃめちゃ楽しかったですね。個室内の説明も一つ一つ丁寧に教えてくださるので、そういった接客の部分であったりホスピタリティというね部分でも本当に素晴らしいなと思いました。いや大好きになりましたね。はい、というわけで今回は個室サウナリトルリトリートに行ってきました。店長さんのこのこだわりの詰まった手作り感の感じられる個室サウナ、あとはサ飯、ぜひ一度体感してみてください。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。